こんにちは、フリースピリッツです。本日はですね、私スタッフ伊藤がおすすめする、クリスマスプレゼント3選ご紹介していきたいと思います。お願いします。本日はですね、男性女性問わずですね、使っていただけるようなアイテムをちょっと選んでみましたのでご紹介していきます。はい、今日はこちらですね。はい、こちらの3つになっております。まず1点目はこちら、ファブリックさんのキーケースですね。はい、こちら、シンプルなこういうキーケースになっているんですが、ちょっとこの金具が特徴的な形で、鍵の付け外ししやすく、またそんなすぐポロッと取れたりするような形でもないので、まあ、女性の方でもこう普段こう金具つけづらいなっていう方でもこうポコッとつけていただける形になっております。で、こちらのキーケースの特徴、なんといっても背面にありまして、はい、こちらカードケースとしてお使いいただけるポケットになってます。なるほど。少しふっくらした形なのですが、こちらですね、カード1枚から3枚収納可能になっていまして、1枚だけ入れてもその、カードの厚みに合わせて馴染んでくれるので、1枚だからといってスルッて抜けてくることはないようなデザインですね。ただ、3枚入れた状態で皮が馴染んで、そこから1枚とかに減らすとちょっとスカスカになっちゃうので、そちらだけ気をつけてください。はい、でこちらですね、お値段としても、4510円となっておりまして、まあ、大切な方へのプレゼントはもちろん、お友達へのプレゼントでもいいのかなと思います。はい、続いてですね、そこから少し予算が上がって、はい、まあ、恋人だったりへのプレゼントでおすすめしますのが、はい、こちら M ピューさんのベルトデュエですね。こちらなんて言ってもこの特徴的な S 字のバックルですね。こちらがですね、広げますと穴はこういうシンプルな丸いポットなんですがこれを通していただきまして、普通のバックルですと、はい、こうニョキッと生えた棒に通すんですが、はいはい、このベルトの場合、こちら擬宝子がですね、はい、ポコッとはまるような設計になっておりまして、こう着脱するときに一回きつめにグッと締めたりしなくても着脱できる形となっております。でこちらサイズ展開が80、85、90となってますので、はい、男性もちろん女性の方でもちょっとメンズライクなベルトとしてお持ちいただけるかなと思います。はい、続いてですね、こちらレンマのマリスコですね。こちら2つ折り財布になってまして、こちらがカード段、こちらが小銭入れになってるんですが、はい、あれ、お札入れどこなんや、確かに。実はですね、この後ろにスペースがありまして、はい、ここにお札差し込んでいただいて、余った部分を折り返してこのコインポケットの蓋で押さえていただくような形になっております。ここにしっかり張り感があるので、小銭入れた状態で逆さにしてもコイン20枚ぐらいでも全然落ちることがないような作りになっているので、そこは安心してお使いください。こちらですと、まあ、もちろんメインのお財布としてもお使いいただけますし、はい、長財布と併用していただくようなサブのお財布でもおすすめできるものとなっています。すごく小さくてですね、もう手のひらサイズなのでポケット入れていても違和感のないお財布になるので、これも男性女性問わず使っていただける商品になるかなと思います。はい、というわけでですね、今回、私スタッフ伊藤が、おすすめするクリスマスプレゼント3選、ご紹介していきました。それぞれの商品のウェブページに関しては概要欄の方に記載しておりますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。